有明海の沖合で許可を得ないまま赤貝を密漁したとして、昨日70代の夫婦が現行犯逮捕されました。夫婦の船には逃走用に馬力を上げたエンジンもついていました。逮捕されたのは鹿嶋市お隣の漁業、藤田健二容疑者74歳と妻の雅奈容疑者71歳です。2人は昨日午後4時半ごろ、佐賀市川添町沖の有明海で、知事の許可を受けずに底引き網漁で赤貝を取った漁業法違反の疑いが持たれています。警察によりますと、底引き網漁の解禁は来月1日だったため、2人は漁船の登録をしていなかったということです。また、2人が使っていた船には通常の3倍に当たる100馬力ほどの激しい力がある船外機が付けられていて、暴走を図るためのものだったということです。警察や海上保安部、それに県は密漁の通報を受けて2年前から船を内定させて、調べに対し2人は容疑を認めています。